サイレントヒル2、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、マリアと出会って、いろいろ探索している後からですね。一応ここはもう、OK なのか。何の鍵手に入れたんだっけ。門の鍵。ジャック・スインの金庫の中にあった鍵。門ってどこ門門ってどこだ。この辺とか開くのかな。開かないよな、どうせ。あ、これか。これだ。うん、これでいける。よし。イエーイ。テンション低っ。道なりよ。道なり。めっちゃ空いてるんだけどな。ん？何もないの。あった。よし。ハンドガンの弾。とりあえず今ライトはいいか。あれ？マリ？ん？なあ、大丈夫なの？ああ、ええ、ちょっとこの家がなんか変な感じ。なぜだろう。入ったことは？うん、わからない。見覚えある気がするの。まるで悪夢のような。悪夢？でも何でもないわ。今までなんか明るい感じだったのが、ちょっと言いよどむような感じになってるっていうのはなんかあるんだろうな。たま、やっぱ海外はすごいな。道端に落ちてんだもんな。やだ、びっくりした。でもこれが普通の反応なんだよな。普通急に車の窓を割ったりしないんだよ。こっちかな。とりあえずこっちとか見てみるか。穴が多いとこだね。なんか地震とか多いとこなのかな。この霧のせいとかそういう話なんだろうけどさ。ねえジェイムス。はい。3年って長いわね。奥さんに会えたらなんて伝えるの。その愛してると。奥さんは幸せね。まあどういう意味だ。そ、別に、ただ長いなって思ったの。なんか含みがあるというか、似てるのは似てるんだよね、マリアと。でも違うらしいけど、このレベルで似てんだろうな。あ、弾。よし。ハンドガン本当に三角様に結構使っても余ったもんな。いろいろ見といた方がいいよね、これね。ん？なんか音がする。こっちか。車？あれ突っ込んできたりしない？だ、びっくりした。敵かと思った。火はやる前に言ってよね。もう慣れてくれ。いちいち言ってられん。特になんもって感じかな。道じゃなかった。ああ、だよな。じゃあどうする？もちろん違う道を探す。
ジェイム。多いな。ちょっと待って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 、それ置いていくなって。あ、鉄パイプか。強くなっていうか、その抜け方しなくない？曲がってたよさっき。ジェイス、離れるな。えい、おーっといるな。あれ、どこ行った？いな、やば、これは戦わずに行った方がいい。よし、ちょっと待って、どこ行ったらいい？多いな。一旦するしよ。あ、入れない。何やってんの。あ、くそ、危な、やばい、行くぞ。よし、ちょっと多いな、やばい、危ない、やばい、危ない。ちょっと待って、本当に本当に多いな。なんかあったな。いった、よし、やばい。この一発のために俺は。あれ、これ回ってきた、回ってきた、回ってきたな。なんか鉄パイプの方が木よりは強いのかな。強いよな。ぶっ倒していった方がいいけどな。よし、何やってんだ。はい、よし、マネキン野郎どこ行った。はい、よし、あ、いた。よし、弾、で、ちょっと見て、どこ行けばいい、これ。こっちか。あ、止まった。こっちは。ん？あ、どっちからでもこっちに来れんのか。向こうよ。どっち？ちょっと待って。ずっと音がする。ここよ。なんか取り逃しとかありそうだな。命の恩人ね。よかった。ええ、本当に。ん？これは違うか。開いてない。
鍵持ってるなら先に。ここは何なんだろう。暗っ。回復とか弾とか敵はいなさそうって感じかな。あ、シリンジ。パイプになって結構あれだね。金、ん？あっちか。近接が楽になったと思うけど。読む。決めてやる。裏返す。12。なんか数字がさ、なんかずっと書いてあんだよね。前6だったよな。倍になってんのか。なんだ？そうだな、敵。お、栄養ドリンク。ここはパラダイスって書いてる、これそういうお店なのか。ポールダンスか。何？ちょっとそんな目で見ないで。遊んだだけ。ここは？ここが特別な場所か。まさか。ただ通りかかっただけよ。でもね、せっかくだから休まない？少しの間だけ一息ついてもいい頃じゃないの？いや、そんな暇はない。メアリーがどこかで待ってるんだ。そうね。でもなんだかこの街悪夢みたいなんだもの。少しの間だけでも見たくなくてごめんなさい。いや、それはもういい。すまない、私はやっぱりこの街のせいだ。変だろうか。彼女がいるかもなんて。確かにそうかもしれないけど、違う見方もある。どんな？希望。そういいかもしれないな。さあ。何してる？ほんの気晴らし程度よ。
ダメ？本気？いいわ、勝手にして。それじゃあ、希望に乾杯。もうここを出よう。いいわ。行くんでしょ。やっぱりつかみどころがないな。なんか落ちてるものとかないか。あ、ステージ上がれる。あなたが踊ってくれる？やる？いいよ。すごく見たい。読む。落とし物。指輪か？なんか財布みたいなのも落ちてるけど。ああ、お酒か。回復かと思ったのに。はい。じゃあここに一旦区切って次回、また続きからやっていきましょうか。セーブもあるしね。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。